ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。このみんなでバトルめっちゃ久しぶりなんだけど、ピオキングさんのみんなでバトル見たいですってコメントくれた方どうもありがとうございます。最近はね、もう一発マリオとトロールがですね、僕の主流って言いますか主流って言い方おかしいかな。たまにはですね、このみんなでバトルするのも楽しいかなって思うんで、ぜひ見てってください。それでは早速やっていきますか。エネミーアンダーグラウンド 1-1。 うわ、もう久しぶりすぎてちょっと上がるわ。もうみんな外役しまくっていいよまあ勝てる気しないんですけどね、久しぶりすぎて。あ、マリー持ってってくれてる。お、優しすぎないマリー。あ、待って、後ろからキノピコが来てる。やめてマリー、逃げて。大丈夫、ナイスマリー、お願い。あのキノ、ありがてえマリー。誰そんな踏むなってゴールさせてくれたんだから。マリー優しすぎない。ちょっとマリーの名前見ていい？目玉役さん。いやー、めちゃくちゃいい人でしたね。まあ拍手せざるを得ません。覚えておきます、目玉さん。ちょっとね、たまには僕も誰か持っていきたいんだよな。ちょっと誰か持っていかしてくんない？待って20秒しかね。大丈夫、熱い熱いよ。ここでこのあれは熱いよ、ファイヤーは。頼む、スピードランカー。いやーきっと1の1だって。全然1の1じゃねえやんかめっちゃ期待したじゃねえか。1の1結構勝率いいような気がするんだよな。ここは落としてもらう。そう、分かってる。うわ、危ねえ。よし、ここは落ち着いていこう。多分落ち着いていいかな、まずい。ほっ、オッケー。で、ここでも落ち着いて勝ちますやったここは簡単だったね。ルイちゃんおいで、ナイス。そういえば最近ね、あのツイッターでピオキングって入れて調べたんだよね。そしたらさちょっとグリーボー邪魔しないでよ。で、その調べたらさ、人気 YouTuber のまとめみたいなのしてて、その中にね、人気 YouTuber ピオキングって出てたんだよねそんなことないんだけどな。はなてて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 てオールパワーアップオンスーパーマリオ U。 いや、わかるよ、あのニュースーパーマリオブラザーズ U でもういっぱいアイテムが出るっていう感じでしょ。いや、楽しそうだね。その中で僕が一番好きなあれはあれなんですよ、スターなんですよ。だからスターを取っていきたいね。ここ、うわ、キノコ取られたね。マリオに任せよう、ここは。よし、で、多分ここでファイヤーが出るパターン。ナイス、分かってるで、ここはどうしよう。いや、待って、別に倒さんでもよくないね。そう、投げていい。で、早めに行って最初にこのアイテムを取った人の勝ち。これが戦略ですよ、分かりますかで、ここでフップドロップ、やった。いや、違うとこ入っちゃった。大丈夫、これトロールコースだったら終わったパターンだよ。いやー、トロールだうわ、面白そうだね、登るだけのコースだがうわ、これきちい。これサムネにしていい。勝っても負けてもサムネにするけど、勝ちたいよね、そこは。やったこれは面白い。ごめんな、みんな、これ煽ってるように見えるでしょ。煽ってる。スノービーマウンテン、やっぱ雪のステージって言ったらさ、あの雪が投げれるじゃん、雪玉っていうのかな。ちょっとこれちゃんとせな、危ないよ。うわ、マリーうま、見た今のマリー、ナイスタイミングだね。いや、負けんよ。よし、で、このまま右。マリーバカめ、そっちは罠だよ。はい、オリア怖くないのか、ルイージー。これだオリアマリーもぶつけてあげましょう。鍵は、鍵下にあるのかな、こっちから鍵取る感じ。うわー、ここ右行こうかな。あ、ハンマーがある。え、鍵は、なるほど、ここピンクコインを2つ集めていけみたいな感じか。そういう感じだね。っていうことは1個目はここだけど、2個目さっきね、キノピコが左行ったでしょ、多分そっちにあると思うんだよね。で、ここでスタート地点に戻れる感じだね。で、ここの土管のところで待っておけば大丈夫と思う。よし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 、待って、キノピコ、やべ、塞がれる、早く行かな、塞がれる。オッケーオッケーオッケー。で、ここでよし、神の粉持っちゃうよ、神の粉持ってますよ。おりゃ、フィオリーナって聞いたことあるよ、絶対にリスナーさんだよ、あのキノピオでしょ。見てて、僕ね、リスナーさんには甘いんだよね。フィオリーナ、キノピオでしょ、フィオリーナちょっとフィオリーナ
待ってって、ビオリーナ、キノビオでしょ、だってちょ、よしよしよし、もう甘くないよ、そういう挨拶もしない人は。よし、オッケー。じゃあこのまんま右に行ってビオリーナちゃんを抜きましょう。いや、マジでね、リスナーさんだったと思うんだけどな。どうだったっけな。いや、もう中間ポイントなんていりません。もう僕ぐらいのテクニシャンになればね、もう中間ポイントないでも楽勝でいけるんですよ。みんな見てて、それを証明するから、この動画で。いや、ここでヒップドロップ、うまい。うわ、左に行けばよかったもの。待って待って待って、あ、キノピコがめっちゃ挨拶してくれてるよ。誰、キノピコ、ちょっと見ていい、切断ソウルかっけえじゃねえか、名前が。うわー、リスナーさんかな。いや、容赦はしません、リスナーさんでも。やっぱバトルコースで言ったら、うわー、出遅れた。めっちゃ出遅れた。こういうコースめっちゃ得意なんだけどな。いや、この出遅れたところから勝ったらすごくない。ウルトラソウル、お、キノピオ見た、今なんかね、運んで下ろしてくれたんだよね。絶対に知り合いだね。いや、もう結構知られてるな、みんな。ありがてえありがてえ、みんな。じゃあここで上行って、ナイス猫。うわ、猫2つも取られた。まあしょうがねえ。じゃあこのまんま髪キックで行こう。邪魔くせえ、このピンクの猫。邪魔くせえよ、このピンクの猫。何してんの、ごめんなさい、許す。じゃあ一旦ここでマリオのマリオのマリオだね。ドントムーブ、動くなか。よし、じゃあ動かんよ。みんな上見よう、キノピコ上向いて。動いたらダメだよ、動いたらダメなんだって。ここは動いたらダメなんだって。ありでありで、いいタイミングで乗っていこうか。こんな感じ、あ、いいタイミングじゃないのこれ。やべ、いいね。そうだね、お上手だね。なんか今 DM が来たんだけど、なんかテラビットっていうゲームかな、公式のマークがついてる、まあ、それの先行ですと、あの、ぜひやってみてくださいみたいな、まあ来たんですけど、テラビットって何みたいな。まあ先行テスト的な感じだから、まだこれから出るゲームなのかな。なんかマイクラとゼルダブレストオブワイルドかな、それをなんか掛け合わせたようなゲームですって書いてるんですよね。まあ面白そうだよね。クリボーやべ、クリボーがやべ。お、マリー持ってってくれるパターンかな。早いってやられるの。いや、まあこれはしょうがない、しょうがないけど、もう一回持ってってくれる感じかな。頼む、マリー信じてる、ナイス。誰、マリー、おい、ちょっとそっち名前見てたやんか。キノピオはまあいいとして、後ろに投げてくれればちょっと美味しかったんだけどな。よっ、中間ポイントゲットだね。後ろは違う、前はマリーだけか。あのマリー絶対に勝つよ、同じ女同士として。さっきのマリーじゃん、あの顔文字。今回はキノピコだね、このキノピコには勝とう。よし、これ一番前いける感じでしょ。オッケー、ジャンプ、うまい。よし、でこのまま走っていこう。針には気をつけようか、クリボーにも気をつけよう。ほっ、うますぎ、はい。いや、ルイージマジ早いね。ほっ、はい、やったぜ。あの、スーパーマリオブラザーズのスキンってやっぱマリオ有利だよね、一番前いけるじゃん。シンプルなバトルコース、あのね、自分でもねちょっと思うんですけど、シンプルなほど、あの、負けない気がするんですよ。っていうか、多分ね、そう思ってる方結構いると思うんですよね。俺シンプルだったら負けねえよみたいな、絶対この動画見て思ってる方いるよね。俺シンプルだったら負けねえしみたいな、変なテクニックコースがあるから負けるんだしみたいな、何なんだろうね、あの自信。そんなことないんだけどな。これは1個持っていこう、1個持っていっとこう。多分ブンブンとかいたらあれだからね、こいつであれできるよ、あの、チートできるからね。ブンブンいてくれ、なんでお前がいんだよ。お前が入れてたよ。ここでしゃがんでいけってか。うわ、ブンブン欲しかったな。バトルミニゲーム、クリボー早打ち対決、これ連打勝負なんじゃないの。 ZR 右って書いてる。とりあえず何かのアイテムを取って ZR しながら右っていう感じかな。このスキンだったらリンクっぽくない。やっぱ指だね。オッケーオッケー、負けねえよ、いけ、大丈夫、いける。ほっ、こんな感じでしょ、右押しながら R した方がめっちゃ速い感じ。見てほら、超速くない、大丈夫、勝てる、いや勝てる、けっ、いや待って、しかった、上押してしまった途中で、やった。
ありがてあ、コスメ見るの忘れた。まあいいや、勝てばいいだけの話でしょ。ポッキードゥンドゥ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 。さて、このキノピコマサイモさんっていう方なんですけど、まあリスナーさんだったような気がするんですよ。で、レート7000なんだよね。もう相当うまいと思うこの方。さて、レートを大事にするか僕を大事にするか、僕を大事にする、なんていうリスナーの鏡なんだいや素晴らしい、これは負けてもいいんですかマサイモさん、大丈夫、いや君なら勝てる、レート7000の力思い知らせてやろうぜ。うわ、僕がいるばっかりに、そうでしょ、僕がいるばっかりにでしょ、これは協力しましょう。いや協力めっちゃしてくれてるんだってこの人は大丈夫なんだって。あ、待って、僕が取った鏡ですかありがとう送ってよこ、ありがとう、これちゃんと言って勝ったらマジすごくない？誰？今1位ルイージでしょ。うわ、ルイージ攻めて待ってて、こんなにもこんなにも頑張ってるんだよ、まさに。よし、大丈夫、うますぎ、2人分のアイテムも取ってくの。うわ、ここでルイージがさ絶対ゴールするよね、待ってくれてんのかな。あ、ルイージ待ってくれてるかもしんない、なんか動き止まってない、ルイージほら、あ、いや動いてる、まあチャンスある、マサイもまさに頑張れ、いや俺のことなんでいいからまさに早く捨てちまえ、そんな青い野郎は、頼むからゴールしてくれ、いやこれゴールなんじゃない、まさにまさにまさにいやめちゃくちゃいい対戦が見れたね。お、持ち勝負かこれ、持ち勝負ですか今日、いや優しいななんか優しかったね今のキノピコ、なんか悪いことできねえじゃねえか、スター来た、ここでスターは熱い、ごめんなキノピオ、抜いていくよ、ほっ、よし、ここはもう礼儀として勝つのが礼儀、ここはね。でここでファイヤー取って来た、どうしよう、ここは普通に行っていいんじゃないのやべすげえファイヤー、お、かわいいね、ニンオロってああいう感じのアバター初めて見たけど。さてバトルコース、お、ニンオロちゃん挨拶僕もする、うわかわいい、かわいい子がかわいいの使ってる、じゃあ僕一番右の緑行こう、来ました、よろしくお願いします、絶対いい子だあの子、うわぜひ勝たせてあげたい、僕が勝てばきっと勝たせてあげるから、僕が勝てばきっと勝たせてあげるから、ニオロちゃん頑張ってね、待って、いやキノピコ、うわキノピオ待ってって、おニオロちゃんうめニオロちゃん1位、ニオロ勝たせてあげたいな、だってめちゃくちゃ恥ずかしいこと言ってしまってたな、うわニオロちゃんいるじゃん、1の1ファーストラン、絶対負けねえ、ここでは負けねえ、ニオロちゃん誰だったっけ、ルイージだったよね、いや絶対ルイージじゃん、よしニオロちゃんどうする、右に投げる、いい子だったら左に投げないよね、ニオロちゃん、うわいい子だやっぱりもう頼もう、この子に頼もう、マリーに勝て、勝つんだニオロちゃん、いやー嬉しすぎ、何この子、もうゴール譲ってあげる、ちょっと待ってね、あのマリー倒してくるから僕が、待てマリーマリー待て、亀の甲羅いないのか、亀の甲羅いた、リオルちゃん待ってて、この亀の甲羅でマリーを倒してくるからね、いけおらダメだった、お疲れ様でした。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。